まあでもうまくできてるゲームよな。そのなんかこれ発売された時ぐらいってまあ多分もう攻略本とかも全盛期ですからね。今みたいなこうインターネットで調べるとかそういうのはもう一切多分なかった時代やから、まあ多分攻略本が出るのよ。でも大体まずファミ通の攻略本が出てええー、とこ全然書いてないんですよ。ここから先は自分の目で確かめようみたいなこと書いてて終わるの。待って待ってみたいな、そこまではいけてんのよっていう、そっから先の話を言うとんのよっていう感じでいつも終わるんですよ。ファミ通の攻略も大体そうなんですよ。もうそのまああれはなん、そのネタバレしたくないからみたいな理由を言い訳に調べてないだけやろっていう、浅いっていうね、結構浅いのよこれまた、ファミ通の攻略本は。でその後まあちゃんとしたちゃんとしたっていうかまあ完全攻略本みたいなタグが出るんですよ。でまあまあクラスの誰かが買うんですよそれを。でそれをみんなでこう教えてもらって見て、で一気に広まっていくんですよね。こう裏技とかもそうですよ。すごかったよな。なんで知ってたんやろうみたいなね、今から考えたら。そんなことすごく多くて、そんなに絶対プレイ時間とかもそのやり込んでたわけじゃないじゃないですか。もうね、親にも怒られるし、だいたいゲームもそんなね、僕もそんな別に裕福な家庭じゃなかったんで、その手に入らないから、もうみんなでその貸したりして回したりしてるから、ソーシャルの力ですよね。ベギラゴン。ほんまソーシャル的、リアルソーシャルネットワークですよね、ほんとに。で、どこまで進んだみたいなさ。学校行って、どこまで行った、もうその攻略本か持っとるやつがもうめっちゃ優位に立つんですよ。あのね攻略本はねゲームだけじゃなくてね、なんか教科書の攻略本みたいなのもあったんや。あれなんていうの、あれなんか先生が使うね教科書の解説みたいな、教科書に載ってる問題の答えとか書いてる教科書の攻略本みたいなのありませんでしたっけ。持っとったやつおったんすよ。どこのルートでこんなもん手に入れてくんねんっていう。当時そのね、もちろんアマゾンとかそんなもんないし、どこ売ってんのこんなんみたいな。一瞬教科書に見えんねんけど、え、何これみたいな。答え全部載ってる。なあこれみたいな。あの攻略本持っとるやつがもう、蹂躙しとるんですよ、もう。授業を。大体アホ、そいつは。もうその、考える力失ってもうて。考える力を完全に奪われてもうて。最終的にそのクラスの中心にはなれない存在でしたね、そういうやつ。一瞬ヒーローになるけど、すぐに実力じゃないって気づかれるっていう。恥ずかしいやつやったわ。いましたわ、ほんまに。で、なんやろ、なんか、その、裏技の本ね。あれ、何やったっけな。大義林みたいなやつですよ。大義林あるある、言っていいですか。大義林あるある。もう、閉まろうとする力が半端ない。開けときたいんですよ、そのページを。見たいから、その技調べるために開けとんのやから。気ぃついたらパターン閉まってるし、もういやいやいや、またブワーめくって調べて、どこやどこや、ファイナルファンタジーど、あ、これ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 
でまたちょっと気抜いたらもうまた閉まってもう折り目がつかへん。あと持ち運びがめちゃくちゃしんどい。なんか 寝ながら見たりとかも読みたりとかもしたいんですけども全く無理。取るかこいつ、どっち取ってもいいし取ろう。だからさ、なんか大義林をね、大義林をチャリの前のカゴに入れて帰るときめちゃくちゃ重たすぎて怖い。ハンドルがフラ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 、取られて取られてもう。あと連れに貸したらそこだけ破れて帰ってきて調べられへんって。うーあいつここちぎっとけるやん。だいたい自分も調べたいの一緒なんですよ。だいたいそこやねん。調べたいのはファイナルファンタジーとかドラクエのとこやねん。そこだけ破れてる。やったなみたいな。あとあれですね、都市伝説的攻略法がなんか出回るみたいな。これは大義林あるあるじゃないですけど、まあその小学生中学生あるあるというか、あれそうらしいでみたいな、パラディンになれるらしいでみたいな。ファイナルファンタジー5でもうまことしやかに囁かれてましたもん、うちの学校では。海底のモアイのところ行ったらあれパラディになれるらしいでみたいな。みたいな、なれへんかったでみたいな。全部の職業をマスターしなあかんらしいで。ほんまにやるやつがおるんですよ。ほんでほんまにやるやつがおんだよ。ほんまにあかんねん、ほんまに。ほんでその頃にはもう6出てもうてるから、5なんてまだお前やってたみたいな感じだ。何がやねんみたいな。時間かかりすぎて6出てもうてるからね。ほんま面白いですけど、やっぱり基本的に大人の方がゲーム上手いんですよね。子供向けのゲームであっても、まあ、これは僕ゲームセンターにいた時にすごく気づいたことなんですけど、なんかゲームって子供が上手いもんやと僕勝手に先入観で、本当に勝手にね、そんなにそのゲームそこまでその詳しくなかったから勝手に先入観でそう思ってたんですけど、格ゲーとかやってる人本当にもういいおじさんばっかり。うまいのももちろんいいおじさんばっかり。もう本当に一旦何かを諦めたおじさんたちばっかりでしたね。あー、これ諦めたかに見えるおじさんばかりでした。そのおじさんたちはね、そのもう時間の感覚ももうゼロ、やってはるし、ゲームにステータス全振りしてもた感じの人たちがいましたね当時。できたなめっちゃ。いやでも、もう使える時がもうすぐ来ると思うとちょっと胸が熱いな。もうすぐ使うでマジで。
かそもそもキメラとか取ってないから取ろうかな。何をしとんじゃ俺ら。ういうい、キメラは欲しい。まあまあええか。確かにこれこのゲームやっぱりまあまあ予想通りではあるんですけど、ある程度やりたいビジョンを持ってやるとすごいやっぱ楽っていうか、持ってやらないとアイテムもその消費が激しいですし、例えば全くいらない自分が欲しくないようなモンスターまで取らないといけなくなるので、適当にやるとね、そいつらのレベル上げとかそういうことも関わってくるので、時間効率は一気に悪くなっちゃいますね。だから例えば早くクリアしたいと思って、スムーズにクリアしたいと思ったら、もう最初から配合分かっていれば結構早い段階で多分もう強いモンスターバンバン作っていけると思うし、楽にこう攻略していけるでしょうね。そうなるとな、ゲームとしてはあまり面白くないからな、偶然の、なんて言うんでしょう、偶然で完成する強いやつっていうのも面白いやん。メガザルダンス、メガザルダンスどうなんかな、メガザルダンスどうなんかな。まあまあまあ、土偶まあ、プレイしててですよ、まあ、ほんまにあのキングレオ、最初キングレオという文字見たときめちゃめちゃテンション上がったもん。マックステンチ、テンション上がりましたもんね。気がするな。まあ欲を言えばもう一回僧侶この辺から出会えれば一番ありがたいですかね。アンドレがちょっと MP が不安ですね。そもそもこの間なんか統計が出てたんですけど、そもそもゲームですね、いろんな全てのゲームですね、ゲームというものを一番やってる、実際にプレイしてる世代っていうのは30代らしいです。だから全然子供のものでも若者のものでもなくて、そもそもゲームはおじさんのもの、あの最新のゲームを全て混ぜてですよ。多分ゲームによっては若い子の方がやってるゲームとかもあるんでしょうけど、ゲーム人口の一番多い帯が30代らしいです。そもそもゲーム離れしてるんですね、結構その若い子に関してで言うと。バギマはバギクロス来た、バギクロス来た。
散々今まで他のやつに苦しめられてたバギークロス、ついに使える日が来たぜ。こいつやバギークロス野郎、クソバギークロス野郎や。ライオネック、強いわバギークロス、マジで。よし、オッケーオッケーオッケー。ライバー、ライバーのメスバージョンや。ライメスやな、ライメス。いやこいつ多分何でもいいのに変わっていくから、ライメスいらない。しかもベホマラー持つと。オッケー、骨付き肉2個で取れた、嬉しい。MP やばくなってきたな。やべえな、これ持たへんな、どうしようかな。ここ最近の傾向としてボスはまあまあ強いんですよ。でもう脅されてたから、ここに関してはちょっと特殊ですよと脅されてたんで、キャラに間違いなく結構きつい。あー、おい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 でしょうね。死んじゃった。とりあえず倒してからチン玉を生き返らせる。レベルは上がるけどもよー、レベルは上がるけどもよーっていうね。世界樹の雫が2個ぐらいあるから、ある程度はやれるとは思いますけど。僧侶食協会とかってほんまになかなか来ないんすね。くそ、敵が強いぜ。普通に敵が強い。バギ耐性がねあんまりない。バギ耐性って意外と持っとるやつが少ないのかもしれないですね。ライオンはその点そこも強いんでいいんですけど、やっぱりアンドレとチンタマはキングレオンに比べたら格下よ。ああ当然そうですよ。多分バルザックの方が格上なんだろうと思うんですけど。さあ27回、ああこのタイプか、こっちか。うわーい、持ってかれる。どうやったっけなこれ。一回あれ知ってる感じと違う。ここはもう間違いなくアイテムもないし、ただただしんどい場所や。ルーラ使うか。痛い痛い。まさかのキアリーを持っている。あそこやな。はいはい。腹立つな。乗っとる時のキングレオの顔ちょっと腹立つっすね。横移動しとる時。あれまたちょっと待って、これどっち。深く考えすぎず下で行こう。これなんか上行ってミスった記憶がある。じゃあすぐ忘れるんですよこれ。どっちか確か上、深読みして上行ってミスって。ここはほら、オッケー。いや MP がないわマジで。どうすべえな。まあまあ一応世界樹の雫は大量にあるから、
ちょっとしらみだけしとくか。厳しい戦いが予想されますね。これはかえって雑魚戦やると MP 消費するだけか。無駄に行ってしまった方が良さそうかな。よし行こうか。 HP を最大まで回復する。一人分ですよねこれね多分。メラソーマやばいな。でも使いどころはあまりないけどね。よし行こう。出たーデュランや。そデュランいるっつってたわ。でも自分がいるんじゃなかったのか。未来の自分がデュランここの主だ。ほほう良い目をしておるな。連れておる魔物もなかなかのもの。その実力並々ならぬものと見た。お前の実力は私と戦うに足るものか。まずはお手並み拝見といこう。ああまずはしもべから行くわけね。さあ存分に戦うがいい。変なやつ呼び出したでこれ。うわーうわ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 強そう。魔王の使いこれ仲間できひんかな。霜降り投入。うわ強え。これ終わってからアイス倒すんやもんな。あーそうやわ。あのリアルでもイベントこれきつかったもん。リアルでこのイベントきつかったんですよ。おしおしおし倒した。これ仲間なることある？ご主人様の目の前ぞ。でもあわよくばあわよくば。来い来たアホやこいつ。よしやったやったぜ。ユダ完全なる裏切り者でしょこれ。目の前やぞお前。ユダをこのまま連れて行きたいけどやな。ちょっと行った見て。このまま連れて行ったらそれこそうわ強っ。強っ。これ連れて行くでしょ。嘘やろみたいな。デュランからしたら嘘やろ。あっさりと倒しおったな。弱き者と戦わせた無礼どうか許してくれ。うわ煽るねー煽るねー。うちのユダをうちのユダを煽るねー。次はなかなか歯応えな。え最強の剣を求め世界を流浪し。うわついに我が元へたどり着いた剣士だ。いでよ我がしもべよ。きたー出ましたねー未来の自分ね。紹介しよう。我に魂を捧げし世界最強の剣士テリーだ。さあテリー思う存分戦うがよい。お前の強さをこの者に見せつけてやるのだ。来やがったなー。お前霜降り肉食えよお前腐った肉アホ。あかん一切 見向きもしとらへん。さすが人間やで。ユダの力を爆発させろ。なんだいけ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 。火中がもうすごい火柱。ういいけそういけそう。イフーいや強いな。もうベホマがラストベホマぐらいですかね。ラストベホマ終わった。やるしかねえぜ。きついな。裏切り者のメラソーマー。あかんきつい。うわ強っ。マジ強いな。強いっすね。あ全員回復した。オッケーよし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 。オッケーオッケー。なんとかやりました。テリーを撃破。ん？これでデュラン戦か。ふふこの男をも任したか。お前は気に入ったぞ。おおゾワゾワしてくるわ。こんなにも強いやつがそばにおるとゾクゾクするわ。ガチホモやないか。回復してよせめて。血湧き肉踊るとはこのことだ。さあ戦おう。血を滴らせ肉を断ち切り我と戦おうぞ。卑怯者が
回復させてくれや。マジで卑怯もんやで、これ。行くしかないよな。やれ、ユダ。できればお前が怒りを。うわ、カッチカチ。あかん、これはあかん。さすがにきついか。強い。ユダ、テリーよりも強いと考えたらこれは間に合わへん。世界中続く3つしかないんでね。いや、もう単純に MP 不足なんやって。エルフの飲み薬やったら買ってた。いや、まだ分からん。諦めんな、ユダ。ユダを中心として攻めろ。ユダめちゃくちゃ狙われるやん。嘘やろ、チェキ入れてるやん、ジュン。めちゃめちゃ怒っとったってことが判明。あっ、チェキ入れてるやんけ。倒しきれ、もう無理、もう無理、もう無理だよ。あかんな。いけ、もう一発。チン玉ひらりとかわした。うわ、惜しかったんじゃないかな。よう頑張ったで。いや、よう頑張ったっすよ。これはよう頑張ったと言いたい。いや、これよう頑張ったで。ユダさん、めちゃくちゃ強いやんけ、お前。なんやねんこいつ。これはよう頑張ったと言いたいです。さあ、背後行こう。